美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道山は尾張へ使者を派遣して和睦と縁談を持ちかけてきた。縁談の当事者は織田信長と濃姫と呼ばれる斎藤道山の娘貴重だった。おっ、こうして両家は不戦の盟約を結ぶこととなり、その数ヶ月後、祝言のため信長は美濃へ招かれた。宴は和やかな雰囲気で進行したが、その水面下では稲葉山動乱。まったく想像し、そう言うな。祝いの席だ。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。あの、光秀、うつけがもう一人。俺のやり方見せてやろう。祝いの席でかような狼藉を許すとは。信長殿、主道山に代わり詫びさせてくれ。詫びなど後にしたらどうだ。見ろ、新たな狼藉者が湧いて出てきたぞ。切り抜けて屋敷の外へ出るほかなさそうだ。案内する、ついてきてくれ。良いのか。この襲撃仕組んだのはおそらく。構うものか。大事な客人に傷を負わせては美濃斎藤家の名が地に落ちる。忠義ゆえに背くか。よかろう、宴は終わりだ。任せたぞ光秀。黒のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の背中でこうも不敵に笑むとは。ああ、俺も力になろう。今はうつけについていくしかないよね。信長は殺したの死な。相手が悪かったな。海王、好機だ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。
ったな。お前たちはここでしまいだ。次から次へと湧いてくるな。さっさと突破するぞ。開門。敵将討ち取ったぞ。力及ばずか。信長殿の勇士が俺を強くする。道を開けなさいと言っても無駄のようね。刺客を呼び込んでいる奴がいるようだ。そいつを撃たねば機長は動けんな。存在を看破できぬとは。うつけはやはりうつけのようだ。開門。伏兵を用いた攻撃か。姫様が危険だ。急ぎ状況を打開せねば。市長様はあくまで餌に過ぎぬ。まんまとかかったなこのうつけめ。受けとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。この俺を止めようとて無駄よ。目障りだ。壊してくれ。私など捨ておけばいいもの。うつけども想像以上にやりよる。行け皆の衆、奴らを必ず倒すのだ。開門。こう着せずして進路が開けたようだ。ならば奴らを倒して進むのみ。不足なし。
入れ。信長殿、この座敷からは先に進めない。敵将を倒したところで八方塞がりだ。そう焦るな、俺を信じろ光秀。まずは共にこの場を乗り切るぞ。悪運の強い奴め。だがそれもここまでよ。敵将撃ち取ったぞ。我らを退けようと何も変わらんぞ。ここは屋敷の最奥部、どこにも行けぬわ。俺を見くびるなよ。この手の座敷は大抵やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。道が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことな。兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斎藤利光が率いています。奴を倒さねば増援はやまないでしょう。利光か、ならば俺が止めねば。一斉にかけよ。お前、明智の家臣だろう。この行いが主の怒りを買うとは想像できなかったか。少子、それがしら、殿のお考えを見通せぬわけなかろう。だが家中での殿のお立場を思えば、ここで家ごと義達様に背くわけにはいかぬ。なるほど、思慮深い家臣を持ったな、光秀よ。司令の段、平にご容赦あれ。これにてごめんつかまつる。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。おい機長、あまりほうけているなよ。うつけと見まがい、切られても知らんぞ。この状況で私を気遣うなんて、のんきなものね。閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。
平門うわけとは侮ったか引かせていただこう。この信長こそが天下無双よ。開門目障りだ。手を返し出口までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。この気配、茶の間の方からか。用心するに越したことはないが。この俺を止めようとて無駄よ。間もなく出られそうだな。光秀、お前の助力なくばここまで来られなかっただろう。こんなことになり申し訳ない。それにまだ気を抜くわけにはいかない。だったな信長。お前はこの義達様がぶっ倒す。ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い受けてもらう。勝利条件変更。お前のようなうつけに貴重はやるねえ。この美濃の力とっとと立ち去れ。貴重を言い訳に使うな。俺が目障りならば堂々と殺しに来い。義達様、ただいま加勢いたします。増援か。一刻も早く義達様を止めねば。決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。光秀、助力感謝する。感謝などむしろ非礼を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。戻るか光秀。共に尾張に来てもよいのだぞ。主家に背いては帰りづらかろう。いや、この身一つで逃げ出しては残された一族や家臣が咎めを受ける。それにこたびの不始末は道三様が自ら指図したわけではない。堂々と帰るまでだ。姫様、晴れやかなはずの腰入れがこのような次第となり申し訳ありません。
義達に伝えておきなさい。本当のうつけはあなただって。この状況に眉一つ動かさぬとは、さすが我が妻だ。ではな、光秀、いずれまた会うこともあろう。信長殿、どうぞ達者で。先の不祥事、義達の指図であったことは明白。道三殿がそれを知らぬ道理はねえと思いますがね。やはり斎藤家など信ずるに足る相手とは思えない。そのこと、兄上はどうお考えなのか。心配しなくても信長様はちゃんと考えてるってと思うぜ。どうだかな、信長様も油断してと美濃から来た奥方に寝首をかかれるんじゃねえのか。勝家、それは言い過ぎだ。言葉を慎め。すみません、失言でしたな。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。美濃同盟の成立により、そんな中、三河を挟んで膠着状態にあった今川家が、信長の本拠に近い村木の地に砦を築いたとの報が入る。斎藤家に援軍を求め出陣の準備を急ぐ織田勢の中には、信長を支えようと奮起する徳川家康の姿もあった。村木砦の戦い。村木攻めが不服か、信行。終わり一刻も穏やかならぬこの時期に今川を攻めるなど時期尚早に過ぎましょう。それに斎藤家に援軍を頼んだところで。信ずるに足りぬと。信行は父を信用していないのね。
手をこまねいているうちに吉本は次の一手を打ってくる。後手に回ればもはや勝つ術はなくなるだろう。織田が滅べば次に吉本に脅かされるのは美濃だ。それが分からぬ親父殿ではあるまい。話は終わりだ。機長は美濃への使いを急げ。信行、援軍の来着次第すぐに攻めるぞ。は、承知しました。役目を果たすわ。この乱世、私に何ができる。光秀、息災のようだな。援軍はお前たちだけか。いえ、義達様もすでに着陣しておりまする。我らはその名代としてご挨拶に伺った次第で、あるか。義達が俺のために働くとは思えんが、明智勢は頼りにさせてもらうぞ。あ、先日の非礼を償うには不足だろうが、力を尽くして戦わせてもらおう。いよいよ今川との戦か。半蔵、平八、我々は勝てるだろうか。さて、比嘉の兵力差を踏まえれば、美濃兵を加えたところで勝敗は四分六分。支部もありゃ十分だろう。俺がいるんだ。臆することねえぞ、竹千代。おい、信長様はもう動いたぞ。俺もすぐに出る。お前らも急げ。いつの間に出遅れるなど部門の恥だ。みんな行くぞ。俺たちは南から今川本陣を目指すぞ。逃がさない。これより先には進ませぬ。面白い。止められるもんなら止めてみやがれ。別動隊は順調に進んでいるようだ。俺たちもこの勢いのまま進むぞ。尋常に勝負いたせ。今川の勢いを抑えきれぬ。戦救援行。楽になりなさい。耐えきれん。引かせてもらう。いつも選ぼってるだけあんじゃねえか。逃がさない。蝶の一年侮らない。終わりのうつけはあそこか。どれ、きつく球を据えてやると。吉本が自ら出張ってきたのか。おじさま、お待ちしておりましたわ。勝利条件変更。敵に突破されようとは深く。
恐れ入ったか。さあとっとと先に進もうぜ。開門。ほんと生意気。来るなら来たらいいわ。逃げも隠れもしないわよ。開門。ウヌが信長か。勝てもせぬ戦を起こすとは評判通りのうつけぶりよの。お前が吉本だな。人を見下すその態度、評判通りのうぬぼれやらしい。蝶の位置に侮らないで。回してただで済むとは思っていないでしょうね。ただで済まぬのは覚悟の上。参ります。吉本様に続け。織田勢を蹴散らすのだ。吉本の出馬で今川が勢いづいている。無念だが引くほかあるまい。退走。あんたマムシの娘でしょう。うつけに嫁いだばかりに苦労するわね。苦労どうかしらな。どこにいようと私は役目を果たすだけ。まあいいわ、かわいそうだけどもっと苦労させてあげる。おじさまには絶対にかなわないんだから。開門。待ってろ信長様、すぐに火星に行くぞ。うん。控えよ、ゲロ。世は東海の覇者。いずれは天下の覇者にもなろう。力なき者は力ある者に従うが道理。それが分からぬほどのうつけならば、この左文字に切られるがよい。これ以上の戦は厳しいよ。すぐは必ず勝つ。全軍撤退しろ。勝利条件変更。逃げられると思うでないわ。今川本陣から迂回して逃れるほかないか。
眺め、火星に来てやったというのに尻尾を巻いて逃げ出すのが情けねえ。やはり無謀だったのだ。戻ったら兄上をいさめなくてはな。お前を待っていたぞ、機長。敵将舞い落ちたわ。ここは引くほかあるまい。信長、お主はここで撃たれるのだ。平門、吉本、俺がここを通るように仕向けたのはこういうわけか。行くぞ、織田勢を踏み潰せ。慢心しておったか。侮らないで。退路が開けたぞ。織田の者どもを追い詰めよ。またも敵の増援か。さすがは吉本、ここまで用意周到とは。決まって走れ、敵に追いつかれるな。今川勢の強さは侮れません。どうかご油断なきよう。今川は確かに強いが、だからこそ倒しがいがある。負け戦でも信長殿は望みを捨てぬどころか闘志を新たにしている。強い個人だ。侮らないか。この窮地いかに脱するか。
ちた。耐えきれん。引かせてもらう。いいぞ、よくやってくれた。我が不明、恥じ入るばかり。急ぎ敵の退路を立て、尾張のゲストも生かして返すな。ウヌラ、この力逃げられると思うな。まだ邪魔立てするか。余は愛だ皆の者、あとは良きに計らえ。銃を突き捨てぬ。いつも選ぶってるだけあんじゃねえか。フルはなんだか。織田の背後を突くぞ。隠れ。兄上は、この家康がお守りいたします。家康、何をしている。戦は終わりだ。今川勢から離れろ。いえ、私はここで敵を食い止めます。その間に兄上はお逃げください。なんとか戦場を脱したが、味方の被害も甚大なようだ。これが今川義元の強さ。俺はいずれ必ずその上を行ってやる。敗北条件変更。無双の境地、私もたどり着いたわ。侮らないで。
死はせぬ。覚悟せよ。兄上、家康殿が今川勢に捕らわれたそうですね。ああ。だが今川が三河を取るには家康が必要だ。悪いようにはされまい。だとしても、家康さんはきっと苦しむことになる。兄様と一緒に戦いたかったはずだもの。やはりまだ戦を起こすべきではなかったのです。まずは足元を固め、辛抱強く力を蓄えなくては。それを義元が待ってくれると思うのか。俺は座して滅びを待つなどごめんだ。兄上の言うことは正しい。だがこのようなやり方では織田家はいずれ。ったく、とんだ無駄骨だったな。お前ら引き上げるぞ。信長殿、無事でよかった。被害は甚大だ。無事とは言えん。その言葉を聞き安心した。味方が傷ついているのに平然としているような将は信ずるに値しないからな。慰めにもならん言葉だが、助力感謝する。親父殿に伝えてくれ。次は必ず信長が勝つと。受けたまわった。ではまたいずれ。からでございます。
親父殿の指示か。そうよ、あなたは噂通りのうつけだった。もう用なしというわけね。お前もそう思うのか。私がどう思うと私の役目は変わらないけど、もう果たせそうにないわね。早く殺して。こうして見ると綺麗な顔をしているな、機長。親父殿に伝えておけ。信長は殺しても死なぬとな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。濃姫による信長暗殺未遂、同盟決裂にも値するこの事件を信長は誰にも語らず握りつぶした。織田家と斎藤家の同盟は維持され、尾張では今川義元との再戦に備える日々が続く。一方、美濃では斎藤道三がある重大な決断を下す。それは信長に美濃を譲るという驚くべきものだった。かねてより自身の冷遇に不満を抱いていた斎藤義達は激怒し、美濃の黒人衆を抱き込んで挙兵。義達は優勢に戦いを進め、道三を追い詰める。道三の危機はすぐに信長にも伝えられた。長良川の戦い。親父殿は美濃を義達ではなく俺に譲ると言ってきた。そのために義達に背かれ死地に追い込まれている。承知していませんが、こたびは傍観すべきです。兵を出したところで勝てる見込みはありません。もう決めたことだ。俺は美濃へ行く。気が進まぬなら来なくていい。皆にもそう伝えよ。兄上、父を救いに行くの？あなたは殺そうとした男だというのに。親父殿は俺の器を測っていたのだろう。結果俺は美濃を取る名分を得た。恨みはない。かといって報いるほどの運もないはずよ。座して待つだけでは滅びるのみ。それを俺は父に学び、父は親父殿との戦いの中で学んだ。俺は尾張を他人にくれてやるつもりはない。故に俺は俺のやり方を貫く。それだけだ。お前も来い、機長。親父殿もお前に会いたかろう。身内同士の殺し合いを見届けろと。酷なことを言うのね。俺のやり方見せてやろう。
親父殿は鷺山城で包囲されているようだ。義達の執念、これほどとは。まずは親父殿に組みする将たちと合流する。スミス打ち取らせません。急ぐぞ。対岸に陣取っているのは義達の手勢か。面倒だが、奴らを蹴散らさねば先へ進めんな。皆鷺山城から目を離すな。親父殿が撃たれては戦の名分が立たん。進行は阻止せねばなるまい。開門。義達方の将が山立てするなら切り伏せるのみ。あの旗印、織田の加勢か。信長殿、つけとは侮ったか。引かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。目障りだ。突出とは煽りの壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。貨幣ながらも勇猛なる立ち回り、我らも織田の働きに報いなくては。もうろくしたな親父。美濃は俺に任せて安らかにくたばれ。この大バカ者が。つけども、美濃の未来はお主に。討ち死に。はっはっ。父上、そんな。親父は死んだぞ。奴に味方していた者は命が落ちけら今すぐ俺に下るがいい。今義達様に逆らっても無駄死にか。父さん様、みんなごめんなさい。この上は義達を討ち、俺が美濃を継ぐ。親父殿に組みしていた将らとの交流を急ぐぞ。討ち取ったぞ。討ち死に。やはり兄上はお強い。
この俺を止めようとて無駄よ。尋常に勝負いたせ。目障りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。滑ってよ。俺を打つけと侮ったか。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。この度の援軍恩に切る。父さん様はすでに。ああ、一足遅かったよ光秀。お前は義達に下るのか。あのような知れ者に仕える気は毛頭ない。俺は道山様への忠に準じる。明智殿は義達様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。よもやこれほどとは。諦めるのか。諦めると思うか。そうだ、お前もうつけだったな。やるか。あ、平凡上に続け。は愚かな奴らめ。敵残らず打ち果たせ。俺を打つけと侮ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。開門。今は義達に恩を売っておいて損はあるまい。織田ごとき踏み潰してやろうぞ。開門。なぜ吉本が。やむを得ん。撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。敗北条件変更。俺が敵の目を引きつける。光秀はその間に追払いをしておけ。すまない信長殿。生きて共にこの窮地を脱しよう。ハムシにくれてやる慈悲はない。残らずただ。義達、義元を呼び込んでいた。今は無用な戦いは避けよう。ネズミ一匹逃しはせぬぞ。これが今取れる最上策だから。ごめん、何も聞かずに僕と戦って。
この信長こそが天下無双よ。討ち死に。申し訳ありません、吉立様。無事に逃げてね。俺を打つけとは侮ったか。お見事にござった。この俺を止めようとて無駄よ。バカな、遅れを取るだと。俺の力の礎となれ。耐えきれん、引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。ここを抜ければ日押しも近い。俺が皆気力を絞り歩を進めよ。この俺を止めようとて無駄よ。俺を打つけとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。お強い兄様、私も続きます。燃えてよ。父上、まだ私に生きろというの。俺を打つけとは侮ったか。ここで死んでは銃を尽くせぬ。この俺を止めようとて無駄よ。あっちが何やら騒がしいな。敵衆か。急ぎ向かうぞ。敵の注意がこちらに向いたようだ。俺たちも先へ進むぞ。打つけとは侮ったか。耐えきれん、引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。壊してくれる。止めようとて無駄よ。
しいこと？おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。兄上、申し訳ありません。あたしの獲物、発見ね。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。くらえ。敵将、討ち取ったぞ。許さないんだから。お強い兄様、私も続きます。なんとかここを渡したか。だが、斎藤が、ミロが失ったものはあまりに大きい。道山様、前を向け、光秀。生ある限り、進むことはできよう。信長殿、俺は国元へと帰ろうと思う。義達の脅威から自領と民を守らねば。そうか、世話になったな。あ、では俺はこれで。待て、光秀、お前もやれ。こうか。よし、収めろ。これは誓いの証だ、男と男のな。生きろよ、光秀。信長殿、どうか達者で。まあ、またな。辛いか、機長。わからないわ。ただ言えるのは、私にはもう何もない。父のため織田家に来たけれど、父はもういない。あなたも私を妻にしておく理由はなくなったわね。ならば出家して親父殿を弔って暮らすか。そうしたいなら止めはせぬが、もうお前を縛る者はどこにもいないのだ。この先は好きに生きたらどうだ。そうね、考えておくわ。
信行、また説教か。兄上のやり方が間違っているとは申しません。しかし、家中の者たちが疲弊していることも事実。兄様はもっと周りの声に耳を傾けた方がいいよ。尾張を守りたいって気持ちは、綺麗事を並べたところで、なんせに飲まれるのみだ。俺は俺のやり方を変えるつもりはない。兄上のやり方に皆がついてこられるならば、私も喜んで兄上を支えるのだが。私にはまだ何が正しいのかわからないな。この乱世に正しき答えなどありやしません。しかし、家中に積もる不満はもはやどうにも。